こんにちは、佐藤です。夏目漱石、芥川龍之介、このような名前を聞くと、教科書に載っていた歴史上の人物といった印象が強くて、本当にこの世界に存在していたのだろうか、もしかして架空の人物なんじゃないかなと、物語上の人物なんじゃないかなと、まあ、そんな気分になることってありませんかね。私は結構ね、そんな気分になったことがあるんですけれども、もちろん二人はこの世界に存在していて、しかも今私たちが住んでいるこの日本ですよね、この日本で生活していたわけです。彼らは今からだいたい100年ちょっと前ですね、100年前の日本で、一体どのような時間を過ごしていたのかと、そして、今ね、二人がこの100年後の日本を見たらどのような感想を抱くのか、まあ、そんなことを考えるとね、なんか面白いような気がしますけれども、今回紹介するのは芥川龍之介の漱石三謀の冬という作品の一節です。ある冬の日に、漱石と芥川龍之介二人が話をしている、まあ、そんな場面がね、書かれているんですけれども、そこをねちょっと覗いてみたいと思います。では読んでみますね。また10月のある夜である。私は一人この書斎に先生と膝を突き合わせていた。話題は私の身の上だった。君はまだ年が若いから、そういう危険などは考えていまい。それを僕が君の代わりに考えてみるとすればだね、と言った。私は今でもその時の先生の微笑を覚えている。いや、位の先の芭蕉の添え木も覚えている。こんな場面なんですね。芥川龍之介は、夏目漱石に身の上話をします。まあ、いろいろと相談したんでしょうね。で、その相談に対して夏目漱石は、僕が君の代わりに考えてみるとすればだね、といった感じで芥川の立場に立って助言をしていきます。この時の漱石は時代を代表する作家先生です。後に文豪となる芥川龍之介、芥川龍之介も文豪になりますけれども、この時点ではまだ若手作家の一人です。そんな芥川に対し漱石先生は、上から意見を押し付けるわけでもなく、君の代わりに考えてみるとだね、と微笑みながら丁寧に語りかけている様子が伝わってきますよね。相手の自我を尊重して、そこに向き合いながら自分の考えを伝えていく漱石先生、そしてその言葉を真摯に受け止めようとする芥川龍之介、二人の文豪が夜に静かに語り合っている様子を想像すると、なんかどこか優しい気分になれるような気がするんですけど、皆さんはどうでしょうかね。なんかね、いいんじゃないかなと思います。そしてこのような場面を想像してから、改めて漱石と芥川の作品を読み返してみると、またどこか違った気配が背後から感じられるような気がします。興味がある方はぜひ読んでみてください。このチャンネルですね、このような感じで文学作品を通して考えるヒントを提供していこうと思っています。よろしければ一緒になって盛り上げていただければ嬉しく思います。今日はですね、芥川龍之介の漱石三謀の冬といった作品を紹介してみました。今回の内容はこれで終了です。ありがとうございました。